チャオ、あっちゃんです。今日あっちゃんちょっとねお買い物行きます。はい、おかみやすちゃん携帯電話のね充電がねあかんね、ただね充電しとくね。ちょっとね、充電するだけ伝えとくわ。よいしょ、よいで OK。 では行きましょう。ちょっとね、山下ってお買い物します。今日はチェックのシャツです。目覚まし占いでね、今日のラッキーアイテムはチェックのシャツってチェックのシャツ着てね占いを気にするあっちゃんでございます。まあ、別に気にはしてないですね。いい占いは信じるし、ダメっていう占いは信じないの。絶対にそんな占いの鳥になったらへーんって思うねあっちゃんそんなもんなんです。はい、あ、寒いよ、寒いね。14度です。いやです、寒いです。コメントチェック出てくる前にそげーって感じだけどね。諸葛系無線です。そうそう、京都の遠足どうもね、晴れ女あっちゃんのパワーが発揮できそうな感じ。さっきアレクサに聞いて出る前に、京都土曜日晴れのち曇りやって晴れ時々曇りか、イエーイはい、もうね、これ何回連続や、これ達成したらね、近鉄の時もそうやったし、吉野の時もそうやったしね。はい。ロリータあっちゃん、晴れ女です。はい。一回ね、あれしたことが、晴れ女 VS 雨男。雨男、自称雨男、どんなイベントになってもいつも雨やねんいうやつがおって、それと、あっちゃん、自称晴れ女その時はまだ男やけど二人そのイベント行ったらどうなんのやろうなって言った時に、見事に晴れましたはい、結構パワー強いんです。いや知らん、肝心な弱み踏んだけどねそんなんさ、あっちゃんがおって全て晴れやったらあっちゃんの周り雨降らへんやなんかしら知らんけどね、イベントとかそういう時って晴れが多いの。うん、もちろん雨の日もあるよ。うん。でも不思議よね。車乗って脱弾しようと思ってね、で、さっきも出る前の動画でも言っとったけど、車の中の脱弾って結構面白いというか、役に立つこと言ったりとかしたら見てくれるかなと思ったりして、うん、でも時々ね、車の情報で役に立つこと言ったりもしてんねんけどもね、なかなか車の動画の再生数ってちょっとずつ伸びてんの、伸びてんねん、やっぱり。うん、でも一番やっぱあっちゃんの中でご飯動画、朝昼晩ご飯動画がまあ再生数多いねんね。で、その中でも外食とか車中飯とかはやっぱ見てくれんねんけども、だから新製品、マクドナルドの新製品なんか特に見てくれたりするんでね、そんなんが多かったりもするんだけども、やっぱりね、少ないのはお菓子とかの新製品紹介とかはやっぱり少ないんで、まあまあまあ仕方ないとは思うねんけど、で、まあ、そのあたりもね、これからちょっと考えていかなあかんとこかなと思ったりもしてんねん。で、まあね、今年いっぱいはやっぱりまだ毎日とは無理やと思うねん。年末にちょっとね出かけたりした日なんかやったら、出先から動画作られへんから、まあ上げられても何本かやっぱりね、オフで
プライベートで行くから完全にオフプライベートでできへんかもわからんけど、ノートパソコン持って行って、でほぼ編集なしで向こうから何本かあげるとかしたいなとは思ってんねん。そっか、携帯で撮ってあげるとか、とかもしたいけど、携帯なんかやったらね、あんまりクオリティ高い動画とか撮られへんし、で携帯で撮ったらカットとかもできへんからね、もう一本撮りでバサーいかなあかんから、なかなか難しかったりで、映っちゃいけないもん映った時に消しもできへんし、携帯からやるとできんことないねんけどもね、あちゃんやったことないか分からへんし、嫌いなんよ携帯で細かい作業できへんのよ。携帯って、スマホってもうスマホあったらパソコンいらへんってよ言うけど、やっぱりパソコン触ってる人間からしたら、言ったら廉価版パソコンなんよね。パソコンのようなものやねん。完全にパソコンの機能を有してないから、編集するとか音入れたりとかモザイク入れたりとか、音ピンピンにした、音じゃない、画像ピンピンにしたりとか、そんなことするのやっぱり携帯ってやりにくいし、できへんことが多いねんね。確かにできるよとかエフェクト入れられるよってやっとる人おるけど、見てたらやっぱり簡易程度やねんね。完璧とまで言わへんけど、きっちりその合わせるのってできてんのよね。だから急に入るジングルの音が大きかったりとか、 BGM だけ妙に大きかったりとか、で効果音が妙に大きかったりとかするんで、あれ合わせるのってパソコンじゃないと細かいにしにくいよね。まあできんことないで、携帯でも。ただすっごい、でもパソコンの3倍ぐらい時間かかるんちゃうかな。特にそのカットする中でもね、コンマ何秒とかのところで切るとかって難しいよね、携帯でやるの。だからできる人はできるのかからんね、根気よくやる人はおんのかもわからんけど、でも大体みんなやってんのってそこまでこだわれてない。やっぱりパソコンでやってる人には勝ててんね。やっちゃん Windows でやってるけど、マッキントッシュって言われてもね、 Mac、iMac とかでやの方が映像はやっぱり強いから Mac なんだけど、 Mac 買おうかな。一からまだ Mac、使ったことないこともないねんで、昔デザインとかするのに、昔の Mac 使ってたんやけど、 iMac の初期のやつかな、初期じゃないね、もうかなり前やね、使っててんけど、やっぱり Mac の方がいいのよ、映像とか画像触るのは。でもねやねん、いろいろと見慣れてる Windows の方がさ、移行しやすいんや。Mac と Windows 両方買うっていうのもいいねんけどね、両方まあ使ってもいいねんけど、結構パソコンはね昔から触ってたからね。昔のね、でもパソコンの情報なんて古いから役立たない。Windows は不安定ないね、実際。Mac の方が映像触るときいいしね。年明けにね、エアじゃない、ポケット Wi-Fi が契約2年経つから乗り換えようかなと思って。もっとね、範囲の広いのが出てんの。昔はね、Yahoo モバイルが全然ダメやったんよ。で、UQ 使ってんけど、UQ が一番ね、うちの宇田の山でも行けてたから買ってんけど、どうも今 Yahoo の方が、Yahoo モバイルの方がね、幅が広い。この峠も使えるっぽいねん。ね、値段変わらへんねん。同じぐらいかな。4000、月4000いくらいねん。だから、待ってや。シフトダウンして2速に入るの。いらんエンジンブレーキを超えてくれねん。車のね、傾きで、ミッションのオイルの傾きでかな、どっかのセンサーで、下り坂で車速が何キロってやったらギア落としてくれんねん。エンジンの回転が何回転で、なったらね、これもう乗り方に慣れてきたら学習しよるらしいね、ミッションが。
あんちゃん結構シフトダウンとかするからマニュアルで時々それを覚えるらしくて、いらんとこでシフトダウンしてくれんのよ。この坂はせへんねんから、今行かしてへんねんから覚えてくれよ。うん、この前さ、シトロエンのピカソの新型おった形がやっぱりね、この前ほら、どこやったっけ、どっかのドンキかどっかで見たやつ、あれあれあれのね、同じのがまた見た、ホームセンター、ホームセンターじゃん、コンビニで、で横に泊まっとってね、出てったら、あの運転手の、ね、おっちゃん、おっちゃんとかおじいちゃんやってね、出てきてちょうどあっちゃんも出てたって言って話しかけたやん、シトロエン欲しかった、ね、可愛いかな。なっちゃんも話しかけ方が悪かったけど近づいていって好きやから、あのなっちゃんプジョーに荷物をして、でから横に止まったらね、横のとこ行って可愛いですねって声かけたら、おじいちゃんてれて、ええわしって言う、いやちめっちゃ面白かって、えわし言われて、あはは言って、あのお父さんも可愛いけどって、車可愛いですねって言ったら、あのとったそれから俺のハヤトジリかいとあるんだけど面白い面白いっちゃって、ちょっとで私昔って前の方のってあのピカソ乗ってたんですって言ったら、お姉さん変わってるなって言われて女性でそんな変わったもん乗るのかって言ったら、はいはい面白かったね、女性じゃ女の子がそんな変わったもん乗るのかって、はい、今も変わっとんのってプジョーか言われて、はい好きなんかって言うから、はいそうなんです、免許取ってから国産2台ぐらいしか乗ったことないんですよって言って話したら、分かる分かる、わしもそうや言って、でもじゃあもう前は前の方のピカ乗ってたんやって、うん、何色乗ったんって言ったから、ベージュって言ったら、また年寄り臭いの乗って、なんで赤とか可愛いの買わへんのか、いやもうカピバラにいて可愛いからちょっと伝わろうとったけど実は中古で買ったからあるんやね、うんカビバラみたいで言ったら、似とるな、言って、かわいいのちょっと笑ったけど、でもなんか、ずっとシトロエン乗ってねって、昔から。で、シトロエンは昔はよう壊れたけども、これ壊れへんしな、乗りやすいしようになったわ、言って、ですよねーって話。おっちゃんとだいぶ喋って、20分か30分喋って、駐車場で。ようあんねん、ピカソのことね、こうでね、長らく喋ること。どうかなぁ、メバエバエって。あ、じゃあ今日コーナー1個も取ったんや。コーナーにね、ちょっと欲しいもんがあって、もうコーナー、ホームセンターで。あ、コーナーって、なんでコーナーって言うか知ってる？これテレビでこの前やっとってんけど、コーナーって、もともとね、南港にあって、大阪の南港って、あんねんね、港。その南港にあって、南港でガソリンスタンドしとってて、で、南港石油かな、じゃあ、なんかやって、あ、港南石油か、なんかやっとったらしいね、でそれが港南やねんけども、なんで港南かって、南港を逆さまにして港南らしいわやってたテレビで、もう、こう消すんだったら、そのままかいみたいな、ブリヂストンと一緒やねん、石橋さんやん、ブリヂストン逆やね、橋石さんやねまあ何でもいいんだけど、サントリーもね、鳥居さんやねサントリー、それ違うとは言っとったけど、諸説ありらしいけど、美和さんの三つ鳥居がサントリーらしい、それも諸説ありらしいけど、ね、どっちがほんまかしらんけど、しょうもないうんちく好きやね、役に立たへんうんちくが好きでさしました。いやなんかね、エバグリとドンキでも行くかね。あそこの焼き寄っていこう、あれ買っていこう、
お弁当の中の仕切り、仕切りっていうかあの紙ピュッて受けるやつ、一番大きいやつもうあれにちょっとしか入ってない、2つぐらい置いとかなかな多分1個でもう今学期終わりそうやけどな、もう多分2週間ほどで期末テスト入ったらもう弁当いらんやんぜ。新コーヒー100円またコーヒー変わったんかろう、そんなGPS を受信できません。セブンがなくなったらさ寂しいわ。セブンの新製品なんか出てんのかなと思ったりね。コンビニ分かんのかな。毎回毎回ね、前もローソンもあっちゅう前なくなったし、セブンもあっちゅう前なくなったし、あっちゅう前でも何年かあったけど、そんなさ何年かそこらでやめてしもったら元取れへんやろでさ、結構設備フランチャイズの加入券から建屋の、建屋はまああれかな、あの大家さんが建てるのか知らんけども、それでもね家賃も、家賃収入でペイできるのか分からんけどさ、家賃もねえどうなんでしょうって感じだね。建屋で中のね設備とかはお金払わないのし、コンビニも大変やんね。まあね、儲かる儲からへん別として、夜のアルバイターがおらへんかったりとか大変らしいけどね。夜のアルバイターおらへんかったら、ね、オーナーが入らんなんか大変や、休みない言うとったけど、セブンなんか本部から来てくれるとは言ってたけどね、人出たらん時は。一緒にね、経営は先生がいくらフランチャイズでもね、フランチャイズでマニュアル通り雇ってもその中にセンス光るからね、なんとも言えへんけど、どういう理由で辞めたんかそれも知らんからなんとも言われへんけどね。20分なってないの十何分です。気取らない街のイタリアンイタリアンは気取らない、いつももうちょっと上りに取られてしまうんだけど、イタリアンは気取ってないねんけどそんなイメージなのかな。イタリアンってなんかもうほんまにあの大衆食堂じゃないけど、イタリアの軽くね、ほんまにあのパッと行ってパッと食べられるのがイタリアだからな。GPS を受信できません。丸ってしまうわ。
か言うても手上げへん人が多いんだけどね。まあ仕方ないです。止まっとるとかな、自分出れると思うとだけで、まあ、いいねんけど。コメントありがとうございます。ちょー100均寄っていこう。いつも帰り最後に100均寄ってます。 GPS を受信しました。今日先寄っていきますわ。赤のスペーデが可愛いな。可愛いよ、赤のスペード。スペードもスライドドア。スペードちゃんこれ。ポルテか。しかポルテか。ポルテやスペードじゃなかった。まあ何でもいいや。行ってきます。